俺の名前はアスパルトシロマン。はい、どうもこんにちは、アスパルトシロマです。よろしくお願いします。はい、今日も頑張っていきますよ。最近ですね、YouTuber の、スカイトモさんと、カッキーさんとですね、ちょっとお会いする機会がありまして、そこでね、いろいろとお話ししたんですけども、もうお二人のね、話が、すごくて、そして熱くてですね、なんかこう、自分も話聞いててね、なんかもっと頑張らないといけないなと思ってですね、それでね、またさらにやる気が出たっていうところで、今日もね、動画をお送りしたいと思います。みんなすごいね、本当にね、もうマジ頑張らんといけない、本当に。はい、頑張っていきます。で、実はですね、この動画のクオリティをね、ワンランク上げたいっていうところで、今回ですね、レンズを、購入しました。で、僕が今撮ってるね、カメラがですね、キャノンの EOS70D というカメラに、レンズキットで、ついてるね、普通の標準ズームレンズをつけてるんですけども、これでもね、別に問題なく撮影はできるんですけども、やっぱりね、こだわった映像を撮りたいとかね、なんかこうしたいんだよなーっていう時にですね、やっぱこれだと物足りないんですよね。なので、僕は実はあと1個レンズ持ってて、それがこれなんですよ。で、これはですね、キャノンの純正のレンズになってて、50mmF1.8 というレンズですね。で、これがどういうレンズかっていうと、もう簡単に言うと、かなりボケやすい。ボケやすい。その、一眼っぽい動画を撮ることができるんですよね。このレンズを使うだけで。で、しかも、これかなりね、安かったんですよ、本当に。もう1万ちょいぐらいで買えるぐらいの値段で、もうこれはもう本当に、キャノン持ってる人だったら、多分、本当にほとんどの人持ってるんじゃないかなぐらいの勢い。安くて優秀なレンズなんですよ。で、これも使っていろいろと動画撮影してるんですけど、これやっぱちょっと欠点があるんですよね、欠点。っていうのも、画角がかなり狭いんですよ。この単焦点レンズっていうのは。で、画角が狭いっていうのはどういうことかって言いますと、実際に映像を見たらわかるかと思うんですが、今この位置にね、三脚を置いてカメラ置いてね、撮影してるんですけども、これをそのままそっくりレンズを取り替えたらね、その意味がわかると思いますので、一回見ていただきたいと思います。はい。で、今レンズをね、キャノンの F1.8 50mm に変えてるんですけども、もうめちゃくちゃ近いですよね。これが画角が狭いっていうことなんですよ。同じ、距離に今カメラ置いてるんですけども、そのレンズのね、画角が違うだけで、こんなにも差が出てくるというところでね、これがなかなかやっぱ難しいんですよね。で、単焦点レンズの場合は、ズームがね、基本的にできませんので、もうカメラを遠くに離すことしかできないんですよ。で、そうすると、かなりね、遠くまで離さないといけないので、使い勝手がちょっと難しいっていうか悪くなるっていう感じなんですよね。なのでやっぱりなかなかね、このカメラのレンズ選びっていうのは難しいんですよね。で、ちょっとまた画面切り替えますよ。はい。はい、どうだったでしょうか。画角が狭いっていうのはこういうことなんですよね。なので、本当に、今はね、こう、周りね、映ってますけど、もう本当にキュッてね、なっちゃうんですよね。で、単焦点レンズっていうのは、ズームすることができないので、自分でこう、遠ざからないといけないんですよね。こう、どんどん離さないといけないんで、この今置いてる三脚が、本当にもう、めちゃくちゃ離れないと、もう今の感じで撮れないみたいなね、感じになります。結構不便なんですよね、それやるってなった場合にね。で、僕、ほとんどね、部屋で撮影してるんですけども、やっぱ部屋のね、スペースも限られてるので、なかなかね、こう、遠くに離すことができないので、やっぱりちょっとその画角がもう少し広いレンズをね、買いたいと思ってですね、今回は購入したっていうところでございます。はい。はい。で、今回はレンズを購入しましたので、それをちょっとご紹介したいと思います。はい。じゃあですね、今から、開けていきたいと思います。考えてみたら商品買うの久しぶりなんですよ。本当にね。で、レンズで言うと、そのさっきのね、このレンズ買ったのが、本当にもう、いつぐらいかな ?3 年前ぐらいかに買ったんで、それ以降ね、レンズなんて購入したことなかったんですよ。なので結構ね、ワクワクしてます。はい。はい、ということでね、開けましたよ。で、はい、こういうね、袋が入ってますね。今回ヨドバシカメラさんで購入したんですけど、こういうね、ありがたいよね、優しく梱包してくれるっていうのはありがたいですね。おお、じゃじゃーん、出てきましたよ。シグマの 30mmF1.4DC ということでね、これを紹介していきたいと思いますよ。楽しみですね、開けるのがね。早速ね、ちょっと開けていきたいと思います。おー。あ、なんか保証書がついてますね。で、説明書がついてて、おー、すごい、ケースに入ってるんだ。僕これ買った時はケースとか入ってなかったですね。やっぱ高いレンズだから、あれなんだね。こういうケースが入ってるんですね。おお。うわー、すげえ。重たい、重たい。もう全然違う。全然違う。重たさ全然違うよ。で、他には、こういった、
フードも入ってますね。あとは何も入ってないですね。はい、開けていきたいと思います。わお、やべえ、すごい、めっちゃなんかもう高級感なんだけど、これやばい、もうなんか感動ですね。僕レンズ買って感動したの初めてです、本当に。まあそんなにね、あのレンズは買ったことないんですけど、重たい、ずっしりしてますね。すごいすごい。で、こうフードですね。フードがついてます。これをね、こうつける感じですね。レンズキャップも購入したんで、それもつけていきたいと思います。カメラ買ったらね、その保護フィルターっていうのをね、やっぱり一緒に買わないといけないんでね、やっぱお金かかりますよね、レンズって本当に。はい、こんな感じですね。まあ、ちょっと見えづらいかもしれないんですけど、このフィルターをね、つけていきたいと思います。おー、怖いな。 OK、 つきました。やべえな、かっこいいね。早く撮りたい、これで。はい、こんな感じです。すごい綺麗ですよね。おー、すごい、本当に高級感ありますね、やっぱ思った以上に。はい、じゃあ早速ですけども、このレンズをね、実際につけてですね、撮影してみたいと思います。はい、どうでしょうか。すごいね、こんなにボケてるって、綺麗にね、ボケてますけども、あの以前のこの購入したね、キャノンのこの 50mmF1.8 でも確かにこういう感じのね、映像は撮ることできるんですけども、その場合はさっき言ったようにめちゃくちゃ遠くに離すんですよね、このカメラ自体を。部屋からもう飛び出してるみたいなね、ところに三脚を置いて、そこから撮影したんですけど、今も同じ部屋の中で撮ってるんですけど、やっぱ画角が広がってる分ね、こういう風に綺麗に撮ることができるってことで、これ便利だね、すごい、超いい感じじゃん。うわー、めちゃくちゃこの辺とかね、いい感じにボケてますよね。すごい、結構オートフォーカスもね、おお、すごいすごいすごい、あ、早いんじゃないですか、しかも。おー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 、はいはい、おお、やばいやばいやばい、楽しいね。うわー、これめっちゃ楽しいわ、本当に。これからもう動画撮るのどんどん楽しくなりますね、本当にね。一応そのなんかこのシグマのこのレンズは、なんかこうオートフォーカスの駆動音が結構音が鳴るということで、やっぱりそのマイク自体はちょっと遠くにね離して、まあ、やらないといけないんですけども、まあ、僕は基本的にこういうスタイルで撮ってるんで、まあ全然別に問題ないかなというふうに思います。で、このね、単焦点レンズは F1.8 だったんですけど、これさらに明るい 1.4 なんですよね。めちゃくちゃ明るいっていうね、本当に。いやー、なのでこの光ね、そこまで今強い光当ててないんですけど、こんなにも明るく、映ることができるってことで、めちゃくちゃこれは重宝するでしょうね。いやー、なんかちょっと夢が広がりますね、嬉しいな。はい、まあこういう感じでね、これからも動画配信していきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。いや、こんなことあったらもう最初から買っとけばよかったな、本当に。もう僕結構これでね、いろいろと苦戦しながらやってたんでね、本当に。まあもちろんね、このレンズもかなりいいレンズなんですけども、しばらくはね、このシグマのレンズでね、いろいろ撮っていきたいなっていうふうに思ってます。はい、ということで今回はこのシグマの 30mmF1.4DC のですね、レンズを紹介させていただきました。で、もし興味持った方いらっしゃいましたら、説明欄の方にリンク貼っておきますので、そこからご覧いただければと思います。で、僕はもうキャノンのね、カメラに取り付けてますが、キャノン以外のね、カメラにもですね、いくつか、対応できるようなレンズ売ってるみたいなので、ぜひ覗いてみてはいかがでしょうか。はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。アスファルト白間でした。